今回は、多くの外国人にとっては未知の動物である、タヌキの秘密に迫った動画からです。早速ですが、以下が動画の内容になります。1、彼らはアライグマでも犬でもない。キツネは、遠い親戚にあたる。本来は野生動物だが、ペットとして飼う人たちも存在する。2、日本のゲームや映画にしばしば登場する。任天堂のゲームにはタヌキスーツが存在しており、それを着用すると、マリオやルイージがタヌキに変身するのだ。スタジオジブリは、1994年にタヌキを題材にした映画を制作している。3、日本の民間伝承には、いたずら者として登場することが多い。どんなものにでも変身できるとされ、フグリが強調して描かれる。変身能力を用いて、人間を騙すことがある。4、ヨーロッパでは侵略的外来種に指定されている。ラクーンドッグは、東アジアが元々の生息地だが、日本に生息するタヌキは日本固有種、いつかの時点で、東欧と北欧に移入された。ヨーロッパにおける最大の狂犬病のキャリアであり、侵略的外来種ワースト100にランクインしている。5、アトランタかメキシコシティの動物園に行かない限り、彼らの姿を北米で見ることはできない。日本の置物にその姿を見ることも、あるいはあるかもしれない。以上になります。愛らしくも不思議なこの動物に、驚き、魅了される外国人が続出していました。